Vanilla from Madagascar. Chocolate from Belgium. Almonds from California. Ice cream bar from Häagen-Dazs. 私のナンバーワン。はい、もしもし。こちら松本ひろしセンターと申しますが。キリンさんが好きです。でもゾウさんの方がもっと好きです。引っ越しは松本引っ越しセンター。僕アンパンマン一緒にあゆいをしようよ。問題だよ、青を押してね。あ、よくできたね。録音もできるからおかえりなんてね。アンパンマンのあゆいを教室。歯磨きしましょ、さらちゃん。シュワシュワクチュクチュ。歯ブラシを当てるとブルブルするよ。シュワシュワクチュクチュ。やいこはみんな歯磨きよ、かわいいね。歯磨きしましょ、さらちゃん。番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りします。プレイヤーズ、ついに映画が決定。究極の美少女天才魔導士リナがスクリーンでドロンと大活躍。プレイヤーズ8月夏休みロードショー。市民ファンタジア文庫で350万部突破の人気小説スレイヤーズがテレビアニメと同時にコミック連載スタート。新世代のビジュアルコミック誌月刊コミックドラゴン5月号本日発売。未来を壊させはしない。オルセッター。オリジナルビデオアニメーション宇宙の地鉄火マンブレード2ボリューム125ナウオンスリーボリューム6ラストエピソードは4月21日ヘッグセットです。我々は今死んだ。この星の明日のためのスランブルだ。守れ友を倒せ敵を第四次スーパーロボット大戦だ。その国は滅亡した。しかしそれは一つの歴史でしかなかった。運命は変えられる。グランヒストリア、バンプレスト。みんな喜べ、夏はイベントだ。ニューナイトカマーレジェンド。今回はなんとこの俺とひとみちゃん。ゲストは誰かな。詳しくはアニメ雑誌を見てくれよな。ニューナイトファンたるもの必ず来るべし。これからはビデオシリーズで会おうな。チャレンジ9。僕は泣き虫って言われます。泣いちゃダメですか。泣きたい時ってあるよね。僕も涙もろいのだ。クラス替えでのりちゃんと別れます。嫌だよ。新しい友達も増えるよ。人形とお茶はあったかいのだ。クラスが変わっても分かる人は変わらないよ。スキスキどんどんチャレンジ。ルネッセスレイヤーズ新ヒーローになって初登場。ミナやナーガたちの音声データを収録したシステム手帳などの機能がついた超優れものデジタルコレクションシリーズ第1弾スレイヤーズハイパーミナちゃんと遊ぼうは4月23日発売。遊んでくんないと暴れちゃうぞ。ビデオ LD になるの。第1巻は豪華特典てんこ盛りで5月9日発売。そんな話聞いてません。とんぶ。え、桑島宝子さん出演のナビゲーションなでしこも入ってるの。私も欲しい。プレイヤーズプライド先取りした君。文化やコミックや単行本をちゃんとチェックしなきゃ。読んでから見れば100倍楽しいぞ。ということでお花見、学生諸君もお父さんたちも楽しんでますか。でもこの春のイチオシは月刊ニュータイプ5月号新番組のヒーローヒロイン大特集。なでしこフィルムブック2巻目もよろしく。
ってあいつ。次回傍若無人なあいつはどこへ。見てくんないとまたまた暴れちゃうぞ。この番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。でもちょっとだけ懐かしい、こんな痛みをどこかで感じてくれたら強く生きてゆける。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。次はピカチュウくん40センチ。大きくなったわね。これが本当のピカチュウサイズ。トミーぬいぐるみピカチュウ1分の1。顔よりでかい。さて次回はついに出撃する新ユニット、なる必殺武器。そして戦いの果てに残るものは。次回セガサターンスーパーロボット対戦 F にスイッチオン。バンプレスト。よし、ポチッとな、ポチッとな。エホ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 。ボカンと一発ドロンボー。全てが俺たちのステージになる。マルチプレイオンハイラックスサーフ、特別なサーフで決める。マロニーさん、マロニーさん。お鍋にマロニー、これがないと始まらない。マロニーさん。自由でいたいんだよ。人間ってのはさ、なんかこう冗談か本気わかんないギリギリのところで生きてんじゃないのかしら。求めていた味、缶コーヒージャック、札幌から新登場。ちょっとコーヒー飲んでいくから。うん。食べよ食べよあれ食べよ。食べる？食べよ食べよあれ食べよ。食べる？食べよ食べよ。ダメ。今日も美味しかった。ご飯ふっくら。あれ食べよ。ボンカレーのお宝。クリスマスだな。
今津田でベチャベチャナイスな急に近いレビで遊ぶのきっとがスーカーズになったら今だクリスマスだぜスーカーズフィーバーやりすぎステージアップ遠出おいしさ感動しろ感動30、うん、待望のエンジンネオストレート6搭載新型ステージア誕生 25RS の登場いつからそこにいるのふと振り返る方に今ひとつひとつ提供で提供でお送りします。夏美出動よ。何が起きたのみゆき。私たちの活躍がついにビデオになったの。第1巻には映像特典もついて2話収録の4000円。逮捕しちゃうぞ。好評発売中。キャンペーンもよろしくね。3D フルポリゴンによる3タイプ完全変形。その戦いは鮮烈なほど美しい。これが究極のバルキリーシミュレーターだ。プレイステーションマクロスデジタルミッション VFX。 ウソキア3。まだやるのかよ。キャベツタルタル新年祭。ウソキア3。キャベツタルタル、キャベツタルタル、キャベツタルタル、新年祭タルタル新年祭。ウソキア3。昔ちょうちん今味噌けんちん、噛んでうまいはごぼうのシャキシャキ、泣いて喜ぶけんちんスープ。さあ、へご
つまみそうけんちん、ほってり醤油も出た。もっとフルーツ、新しいつるるん小鉢はゼリーに果汁が入ってジュワッと、あ、フルーティー、果汁が入ってジュワ、細切りゼリーのハウスつるるん小鉢、当たります。相手は年下で、なんだ私の好みじゃないわ。そういう問題じゃなくて、中島くん、うかうかしてると先越されちゃうかもよ。だからそういう問題じゃなくて。あー、もうみんな何勝手なこと言ってんのよ。次回逮捕しちゃうぞファイル22、二階堂より子の休日。年下か。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。それ何？焼き火！ブルフー！焼き火！ブルフー！焼き火！ブルフー！いて、味の素の。ご飯が進む系。ごま味噌焼きビーフ。味の素。地球の平和は俺が守る。みんな、トライゼノンの熱い魂の叫びを聞いてくれ。新番組無敵王トライゼロ、10月14日夕方5時30分放送開始。燃えるぜ！柔道や剣道が得意な果物ってなんだ。謎などを答えて集めて対戦しよう。ゲームボーイソフト怪人ゾナ、答えはブドウゾナ。あ、ブドウはブドウが得意ゾナ。
この番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りします。10倍楽しめるビッグニュース、月刊ドラゴンマガジンで小説が連載中なのだ。そして月刊ドラゴンジュニアではコミックが2本同時に連載中。富士見ファンタジア文庫10月の新刊は無敵王トライゼロゼロパレス、よろしくな。モンスター召喚、あの人気カードゲームがよりパワーアップして戻ってきた。モンスターコレクション2、戦いを始めるのは今だ。マルチ対戦型トレーディングカードゲーム、アクエリアンエイジ。覚醒の乙女たち、ジェミニの鏡、レオの戦記、そしてスコルピオの定め。2000年11月30日発売。池袋に大型のアニメショップ誕生。1階から8階のフロアにコミック10万冊、キャラクターグッズ5000種、ビデオ、DVD、CD5 万枚。それはアニメイト池袋。10月14、15限定グッズフェア実施。俺、菅野こいち。車の声を聞いてやれれば最高の気分になれるのに、あいつと来たら。企画芸案、キャラクター芸案、藤島康介、エクストライバー第2巻、見逃すなよ。池袋に大型のアニメショップ誕生。1階から8階のフロアにコミック10万冊、キャラクターグッズ5000種、ビデオ、DVD、CD5 万枚。それはアニメイト池袋。10月14、15限定グッズフェア実施。親父はなんでまだ地面を掘り返してんだ。何？スーパーロボには秘密基地が付き物だって。次回、無敵王トライゼノン決戦トライアングル、燃えろトライバーニング。この番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この後はゾイド、絶対見てくれよな。楽しいチョコの合言葉。
昭和ノートとご覧のスポンサーの提供でお送りします。名作大作再登場、涙のマスターピース、待ったの待たないのってだから待ったっつの。10年を経て今明かされる真実のストーリー、すっげー大げさロマンシングさがラブオンセール。一つだけお願いがあります。いなくなってしまった人たちのこと、時々でいいから思い出してください。ファイナルファンタジー10インターナショナル。あのね、ゲームはね、メッセージ性の高い作品っていうのはそこから人生を学ぶことができるんですよね。結局バーチャルもリアルも全く見境がなくなってしまう。楽しいとびっくりしたりとか、ドキドキ感が嫌ですね。もうあれはたかが機械ですよ。やっぱりそこに生きた人間が相手じゃないとダメです。今度のファイナルファンタジーは人間が相手です。プレイオンライン。ジャポニカ王子、これが双葉ですぞ。これは、これは恐竜だ。ジャポニカ、ジャポニカ学習場。行け、迷っちゃうのだ、いろいろあるのだ。自由帳、さあ、鉛筆、筆入れもみんな欲しいのだ。ハム太郎のワクワク新学期。ドナルドマジック行くよ。ここはこんにちは、ナチュラルアイドだ。ハッピーセット、何がハッピーセットは。ポケモンだ。ついにポケモンたちがマクドナルドにやってきたにゃ。全部で8種類今すぐゲットにゃ。ハッピーセット、マクドナルド。そして
可愛い文房具になったよ。電話をかけましょう。リンリンリン。ミニモニでワクワク新学期。レッツスタディー。昭和ノート。僕は来てしまった。夢の舞台に。2002FIFA ワールドカップコリアジャパン公式ライセンス商品。この思いをつなげよう。ライセンシー昭和ノート。ファイナルファンタジーアンリミテッド。予言します。負けないでリサ。海パズルの謎を解いて迷い人たちを混沌の闇から救えるのはあなただけなのです。紀元10。笑顔の向こうに。次回もアンリミテッドな導き。スクウェア。昭和ノートとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。それは夢の入った卵でした。その名はエンジェルエッグ。その卵をそれぞれ知恵と愛と勇気でエンジェルに育てていく。それが の提供でお送りします。簡単、操作も簡単、キーやエコーも変えられる。キタノテレビにつないでどこでもカラオケ、タカラのいいから。キタノタカラ。煮えたぎる情熱にコッツを加えるとカッテリ美味しいプロになる。とことんコツを教えます。代々木アニメーション学院フリーダイヤル才能を世に。願書受付中。煮えたぎる情熱にコッツを加えるとカッテリ美味しいプロになる。とことんコツを教えます。代々木アニメーション学院フリーダイヤル才能を世に。願書受付中。榎本敦子デビューシングル。夢
ビューシングル Be My Angel 5月3日オンセール。新連載開始、少年エース5月号絶賛発売中。エンジェルクリーヤー増刊もよろしく。モンスターコレクション2、我を召喚せよ。お願い、我を救って。モンスターコレクション2ビギナーズセット、全てはここから始まる。掴むものは神の未来か、悪魔の過去か。プロジェクトアームズ、なあ嬉しいよ、ついに私だけのエンジェルができた。名前も付けたし、あとは服を作ってあげれば完成。甘い、エンジェリックレイヤーが楽しいんはこれからや。ファイトやファイト、エンジェルは動いてる時がいっちゃい楽しいんや。ファイトって私まだ作ったばっかなのに。ええから言ったね、実践や。次回機動天使エンジェリックレイヤー、頑張れヒカル、初めてのファイト。ヒカル一緒に頑張ろう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。クロード C ケニー、幾億もの星々がきらめく宇宙から神話と伝説の世界へ、僕の冒険の旅が始まった。レナ、セリーヌ、アシト、仲間と共に魔の隕石ソーサリーグローブから世界を救うため僕は戦う。新番組スターオーシャン EX、 4月3日火曜日夕方6時30分スタート。お楽しみに。それは遠い遠い昔のような、それともほんのちょっと前のような。とにかく僕の人生はその子たちに出会った時からガラリと音を立てて変わってしまったんだ。そしてそれはこれからも。I know.
番組はキングレコードとご覧のスポンサーの提供でお送りします。12人の妹からお兄ちゃんへ送るオリジナルストーリー1話とカレン・カホによるキャラクターソング2曲を収録、プロローグ・オブ・シスター・プリンセス、好評発売中。お兄ちゃん、やっと会えたね。新作だってやったー。電撃ゲームボーイアドバンス、毎月21日発売。それは夢のような本当のお話。お兄ちゃん、この気持ち届いてますか？シスタープリンセス好評発売中。なぜ姉上は剣の道を退かれたのか、私は一体どうすればいいんですか？日本へオリジナル25話を収録して、ラブヒナプロセス9、5月2日発売。